さっとすんな。邪魔だぜ。どけどけ。この村の創造しさは相変わらずね。この村は古代の遺跡があることで有名でな。クワチャット遺跡の神秘、壁画にて微笑む妖艶なる美女だってや。うさんくせえな。じいさん、こんなところで何。確かにの。お主が言うように、今回はお主もおるし、改めて遺跡を調べれば何か収穫。確か遺跡はまっすぐ道なりに進んで奥の丘を越えた先にあったはずよ。
行くか。この子ほら泣かないの、大丈夫。メル、私メルっていうの。ここには壁画のご利益でお金持ちになるんだって、そう言ってね、えお兄ちゃんお願い。大丈夫よ、安心なさい。私は村の方を探すから、遺跡の方を見てきてくれないかしら。さすが、じゃあ遺跡の方はよろしくね。私も村のThank you.
いや、お前も来たのか。このでっ確かにこいつはなかなかの迫力だ。でもって、そこで笑ってるか。ところどころ傷もあるけど、思ったより綺麗な絵ね。あれって、何でしょう。鍵の…もしかして、あれ魔法の鍵じゃない？おいおい、ベロニカ、派手に腹なんか…あたしじゃないわよ、失礼ね。ふん、あんたこそさっ…やれやれ、これだからお子様は…お子様じゃない。あんまり怒るとまた腹が鳴っちまうぞ。僕鳴ってないってば。大体俺は壁画なんかに見とれてねえ。見とれてました。あれ、どうけ。おお、これが夢にまで見た幸福を与えてくれる壁画。おい、なんだあんたら。俺たちが見てたってのに。うん？はあ、お前たちこそなんだ。さっきから壁画を見てたくせに。壁画のゴリ。そうですとも、独占なんてず。そうよ、今度は私たちがし一旦この場からは離れた方が良さそうですね。ここの壁画の人気。ん？どうした？何かいっ、はあ、両親とはぐれた女の子を見つけて。そいつは大変だ。みんなで手分けして探してやらないとな。おーい。ダメ、こっちは収穫なし。あなた、彼女のご両親どこに行っちゃったのかしら。メルちゃんも一人で心細い。